大好きなドレミファ音符姫、妖精のいたずらをお届けいたします。妖精のいたずらをお届けしました。夏場は子供たちも少し疲れ気味ですが、暑さなんかに負けないぞ、頑張るぞ、落書きこぞ、看板こぞ、楽しくダジャレにどれにしようかな、鉄砲でバンバンバン、柿の種、死んでも生きている。だるまさんが転んだ。最初はグー、あじゃんけんぽん、生まれたて、赤ちゃん、1歳、あ、2歳、3歳。ポピアの教室は、小さなお子様から、シニアの方まで頼っていきます。ただいま夏の、体験レッスン、および。新しいお友達も、非常に興味を持って楽しく触れてくれるようになりました。これが一番です。それではまた。